NRX044 試作アッシマー TR3 キハール。この機体は地球連邦軍傘下であるニュータイプ研究所が試作した宇宙世紀史上初となる可変モビルアーマー NRX044 アッシマーのプロトタイプ。プロトタイプアッシマーをティターンズが接収し、 TR 計画における TR6 のフレーム開発実験機として独自に改修を施した機体が試作アッシマー TR3 キハールである。アッシマーのプロトタイプとされる NRX044 プロトタイプアッシマーをベースとして、無重力下における可変機構の試験運用機プロトタイプアッシマー宇宙用試作実験機が地球連邦軍の下で開発される。その後ティターンズが TR 計画における可変機構のさらなる試験運用を行うため半ば強引にこの機体を接収。接収されたプロトタイプアッシマーは TR3 開発の初期段階として宇宙仕様となる NRX044R 試作アッシマー TR3 キハール宇宙仕様へと改修が施され、ティターンズの新型兵器試験部隊ティターンズテストチーム、通称 T3 部隊に配備されるとともに、隊長のウェス・マーフィーがテストパイロットを務めることになる。この TR3 キハール宇宙仕様の機体構造は、脚部と尾部に長大なシュツルムブースターを搭載し、背部には非常に長いテールスタビライザーがマウントされ、フレームの一部がむき出しになっているなど、未完成機に近い外観をしており、モビルアーマー形態時においてもベース機の円盤型ではない形状を成している。しかし可変機構の試験が目的であったことから大きな問題とはならず、むしろ可変機構自体は実戦に投入できるほどのレベルに達しており、機体後部に集中したシュツルムブースターをはじめとする推進ユニットによって爆発的な機動性と稼働時間を獲得している。さらに可変機構の中核をなす万能軸受けドラムフレームの柔軟性剛性の試験が行われた結果、優れた拡張性を実現し、ここで得られたフレームデータは後の TR シリーズに大きな影響を与えることになる。このドラムフレームは RX178 ガンダムマーク2で初の採用となった、装甲を外装として内部フレームに装着する機体構造ムーバブルフレームに対し、ユニットの組み替えや取り外しによって容易に変形機構を構築できるという画期的なフレーム構造である。フレームの稼働によって可変機構をもたらすムーバブルフレームは複雑かつ高い技術力が必要とされたが、ユニットや強化パーツを交換することで容易に可変機構をもたらし、戦局に応じて装備や形態を換装可能となるドラムフレームは、機種統合計画万能化換装計画を担う TR 計画機にとって必要不可欠なフレーム構造として重宝されることになる。 NRX044 試作アッシマー TR3 キハール。前述の TR3 キハール宇宙仕様を大気圏内での運用に対応させた重力化仕様可変モビルアーマーとして改修が施された機体が TR3 キハールである。宇宙世紀 0085 ハルツーム基地にて重力下での変形機構の耐久テスト、新たな兵器体系飛行能力を持つモビルアーマーの運用実践データの確立を目的に試験が行われ、テスト段階のアッシマーのデータをもとに改良が施されたため、機体形状は量産使用機に近しい外観を成している。機体構造は頭部にテストデータ送信用の大型アンテナが搭載され、ドラムフレームを基軸にした可変機構、脚部と腰部のスカートユニットには TR シリーズ共通の TR 型ジェネレーターを搭載。宇宙空間では不要とされた脚部歩行ユニットが追加され、さらに宇宙仕様ではむき出しとなっていたフレーム部には装甲が増強。モビルアーマー形態では垂直上昇用補助推進機と固定翼によって飛行姿勢が安定し、量産使用機に近しい円盤状の形態を実現させている。また本機で得られた開発データがプロトタイプアッシマーにフィードバックされた結果、モビルスーツ形態時の外装も量産使用機と近しい形態になっている。武装は宇宙仕様量産使用機と同じくビームライフルを1機備えるのみであるが、重力化仕様の本機はビームライフルのストック部からビーム刃を展開可能なモデルが採用されている。後にこの装備は RX110 ガブスレイなどに装備されたフェダーインライフルへと発展を遂げることになる。胸部には多くの TR シリーズ機に採用されたスプレッドビーム砲が内蔵されているが、火力は非常に低く、ドムの拡散ビーム砲のような目くらまし程度の効果しか機能しない仕様になっている。 RX124 キハール2、この機体は素体となる TR 計画のハイスペック万能機
ガンダム TR6、ウンドオートに、飛行用強化装備、キハール2ユニットを搭載し、小型化かつコンパクトな可変モビルスーツとして完成させた機体が、キハール2である。このキハール2ユニットの開発には、TR3、キハールだけでなく、TR1、ヘイゼルの1カロスユニット、TR4、ロゼット陸戦型のダイダロスユニットなどの試験データが反映され、TR6 の飛行ユニットとして完成を果たしている。こうして完成したキハール2は、TR 計画の完成形、TR6、インレの護衛を目的に開発された TR6 のバリエーション機でもあり、インレの上半身部を構成するファイバー2のバインダーに、最大6機まで搭載可能な仕様になっている。このファイバー2は、新興制圧兵器システムというカテゴリーに属し、弾道兵器と同じ軌道から敵拠点に進行し殲滅するというコンセプトの戦略兵器であり、敵拠点に進行後は搭載されたモビルアーマー形態のキハール2が展開され、周囲の哨戒、空中戦、敵基地制圧などでキハール2の力が発揮される。キハール2の機体構造、モビルスーツ形態時の両肩部ユニットは大気圏内での飛行も可能にする熱核ジェットエンジンを内蔵した強化パーツになっており、キハール2の推進力、姿勢制御、素体であるウンドオートを保護する防御装甲としての役割を担っている。また脚部は足裏の表面積が小さく歩行に適していない仕様になっているが、これは地上戦における近接格闘戦を想定し、機動力と運動性を生かしたホバー走行による戦闘をメインとするためとも言われており、ジャンプによる滑空、ホバリング機能も有している。さらにモビルスーツとモビルアーマー形態の中間的位置づけとなる中間形態も存在しており、運動性と機動性のバランスが取れた汎用性の高い形態となっている。この3形態を戦闘域や戦況に合わせて使い分けることが可能で、インレから射出後、敵拠点上空までモビルアーマー形態で高速移動、中間形態となり敵拠点上空で敵機を殲滅後、モビルスーツ形態によって地上部隊と交戦、敵基地を制圧という戦術を得意としている。武装はコンポジットシールドライフルやフェダーインライフルなどの長大な砲身を持つ武装を装備可能で、両腕部にはスプレッドビーム砲内蔵式の腕部強化パーツ、ラージシールドを装備、ビームライフルやビームサーベルを保持可能な各種でも内蔵されている。また早期警戒用のセンサーレドームを装備したキハール2 EWAC 装備型も存在しており、背部のブースターポッドの代わりに EWAC を搭載し、索敵能力が飛躍的に向上している。グリプス戦役後には火星のジオン残党組織レジオンによって ARZ124KH2 キハール2として再生を果たしており、レジオン使用機となる赤を基調としたカラーリングが施されている。キハール2の特性を生かして短期ではなく領域と連携しての作戦が行われ、強化人間人格対応 OS バニスを搭載したアリシア親衛隊の専用機として複数機が開発された。以上、TR3 キハールの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。